Hey guys, I'm Arisa Nonosa. Thank you for watching my videos. どうも、ナナサアリサです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。今日は、ちょっとだけ喋り場をやろうと思います。ちょっと暑いな。喉がちょっと痛くてですね、乾燥してまして。My throat is so dry, so I'm wearing mask today. Sorry about that. ちょっとマスクをしてて申し訳ないんですけれども、中身はピンピン元気なので、ちょっと喋りをやろうと思います。ちょっとだけですが。で、今ね、YouTube のライブストリーミングっていうのがあって、それをちょっと気になっててさ、やりたいなと思ったんだけど、なんかいまいちやり方が結構難しそうで、その、何？エンコードみたいなのがあって、エンコーダーか、エンコーダー。なんかちょっとよくわかんないんで、でも生放送って多分、そのリアルタイムで見てる人じゃないと、こう、あれなんですけど、なんかコメントとかができるみたいなんで、多分ツイキャスとかニコニコみたいな感じでできるのかなと思うんですけど、まあちょっと勉強不足ですねいきなりやろうと思うのがダメでしたね。まあそういうのどうですかね。ライブ、動画こう撮ってからアップした方がいいかなと思うんだけど、ちょっと直接その今日最近ね、本当見てくれてる人コメントすごいくれるので、ちょっとライブ試してみたいなと思ったんですけど、すいません。まあ研究します。ライブどうですかね。また皆さんの意見を聞かせていただければと思います。にしてもこのマスクって海外だとあんまり、アジア圏だと多分使ってるかもしれないけど、海外の人ってあまりマスクにこう執着がないんで、結構アメリカ行った時に珍しがられまして。 SoIf you are a foreigner, what do you think about mask? Like in Japan, we, especially girls, love this because it's not for just protecting virus or those things. It's for, I think it looks face more pretty or I don't know, just sexy or.And even like when usually when we don't have makeup, we want to hide it. So we use mask like this. ということで、日本だと結構女の子とかすっぴん隠しのためにマスクしたりとか、まあファッションじゃないですけど、そんな感じで気軽にマスクするじゃないですか。海外ではそれがないので、逆にアメリカ行った時にマスクしてたら逆に君目立つよって言われたことがあるぐらい、すっぴんにマスクっていうのはあんま執着してないですね。 So what do you think? Please tell me about that. 結構外人の方も見てると思うので、ちょっと意見コメントに聞かせてほしいです。マスクについてどう思うか、日本人ので。街中で見かけたりとかしたらね、やっぱ見ちゃうのかな、逆にね。だから気をつけてくださいね、日本の女の子海外行くときはね、マスクしてると目立ちますので。そして anyway、そうですね、最近のことといったら、最近単語の勉強法の動画をやりまして、結構皆さんすごい再生回数が今までで一番早いぐらいのスピードで伸びて、これすごい多分みんなにとってもいい情報だったんだなっていう風に勉強になりました。こちらも単語についてはですね、今これやってんですけどね、コア1900、今1周して2周目の途中なんですけれども、やっぱね、目標の立て方の動画前ちょっとだけたんですけど、私の英語力に足りないもの、根本的なもの、土台作りとして単語力だと思ってるので、今このコアをやってるんですけれども、単語ってなかなかね、やっぱり覚えにくかったりとかあると思うので、人それぞれやり方はいろいろあわわなあると思うんですけれども、どちらかというとやっぱりそのさらっともう何回も繰り返して目につく頻度をこう増やしていくっていうやり方がおすすめです。そうですね、最近上げた動画はそんな感じかな。あと皆さん再生リストって見てくれてます？一応動画はこうジャンルごとに分けてるつもりなので、たまに分けてないんですけど、よかったら見てみてください。そう、それでこのウェアラブルフィットビットの動画も撮ったんですけど、これすごいですよ本当。こっちのフレックスも可愛いんですけど、やっぱ両方同時にこう私ゲットしたので、そうするとね、やっぱどうしてもこっちの方が機能的なので面白いので結構こう触っちゃうんですけど、これもおしゃれでいいと思います。時計って感じしないんでね。例えば今日はもう
すごいね、4キロぐらい歩いてますね。階段も14回登ったとか、今6000歩ですね。結構自転車が多いんでね。あとこれ心拍数がこう出るんですけれども、こんな感じで81とかって出るんですけど、これふと思ったんだけど、なんかさ、例えばさ、ドキドキする時あるじゃん。好きな人とかかっこいい人とか、まあ、男の人だったら可愛い子とか綺麗な子とかからこう話しかけられて、ちょっとドキドキした時にこれ見ると心拍数がこう増えるのかなとかって思って、なんかそういう実験動画でしてみたら面白いかなとかってちょっと思ってます。 ちょっと全く英語と関係ないんだけどね。ちょっと面白くないです？ちょっと試してみたいですね。誰が一番私をドキッとさせれるかっていう、怖いドキとかサプライズのびっくりしたっていうドキよりかはドキドキさせられる方が好きですけれども、そうですね。まあ、もうすぐクリスマスということですしね、皆さんどうですかね、ロマンチックなクリスマスをお過ごしでしょうか。私はもうね、なんかね、やっぱね、クリスマスって、どうだろう、23、20、20歳ぐらいまでですかね。なんかクリスマス前に急に寂しくなったりとか、ちょっとなんかね、イチャイチャしたくなったりとか、そういうのってクリスマス前っていう、そういう効果があるから多分あると思うんですけど、もうなんか20歳過ぎるとね、そんなね、気にしなくなってきますよね。働き出したりとかするとね。まあ、皆さん、素敵なクリスマスにしてもらえればと思うんですけれども、で、年末年始もお休みのところも多いと思うし、私もいろいろ動画をいっぱいね、撮影して編集してアップできればなと思ってます。で、まあ、今年の総復習みたいなのをするよりかは、過去のことを振り返るよりかは、まあ、来年、今後、そして今どうしていきたいかについて考えた方がいいかなとは思っておりますが、まあね、あとはね、まあ最近上げた動画はあと何だろう。で、あといくつかね、結構アップしてないのがまだありまして、公開してないのがあって、今だいたい週に4、5ぐらいで動画アップしてるんですけど、なんかタイミングとか合えばちょっと教えてほしいんですけど、やっぱね、コンスタントにこう上げていくようになってから、割と見てもらえるようにもなってきたので、まあ、なるべく、まあ、毎日とは言わないですが、上げていきたいなとは思ってます。今、ちなみに今後のプランはですね、どうだろう、今日これ撮影してるのが今27なんですけど、そのうち、何があったかな、もう結構でも公開、一流の人に学ぶとか、バックインバックの文房具紹介とか、あとノート公開、大公開したりとか、あと留学で実際どれぐらい語力が上がったかとか、気になる？あと量産することのメリットとかですね。まあそんな感じのラインナップになっております。で、まあ英語系がやっぱりね、みんな期待していただいてると思うんですけど、まあ、英語以外の内容も結構発信するようになりまして、まあ、というのも私が基本的にこのアリサナセ TV っていうのはですね、私はいろいろ勉強したりとか成長したりインプットしたりすることがもう生きがいなんですけれども、まあ、それで得たことをやっぱりアウトプットすることによって自分の定着率がかなり上がるんですね。そのためにちょっとこう YouTube を使って皆さんにアウトプットさせていただいてるんですけれども、そうすることでみんなにとっても成長できるというか、お互いこの有益な情報をね、相互にこうシェアし合えるので、それが一応このチャンネルの定義みたいな感じにしようかなと思っております。昔はね、ちょっとその見るだけで英語がペラペラになれるとか、ペラペラになれるとは言ってなかったけど、英語の勉強になるチャンネルって言ってたんですけど、まあ、英語だけじゃなくて、やっぱ思ったんですよ。英語をやりたい、これ勉強を頑張らなきゃいけない。で、勉強する頑張るためには、いろんなその生活のスタイルとか考え方とかも大事なんですよ、やっぱり。モチベーションを保たなきゃいけないんで、すごいネガティブなまま英語を勉強したりとかしても続かないですし、例えば頭の使い方とか、睡眠をとか運動とかよくすることによって頭の回転が良くなって記憶力が上がったりとかするので、英語の勉強にとどまらず、そういう知識を得ることは絶対プラスになると思うので、そういうこともね、皆さんにシェアしていきたいなと思ってます。あと、そういう勉強だけじゃなくて、考え方とか仕事のこととか、
皆さん少なからず学生さんなり働いてる人なりが見ていただいてると思うので、そういう日常生活でもねためになるようなことはどんどん発信していきたいなと思ってます。出し惜しみはしないっていうのが私のこだわりですね。であと最近その私普段ね仕事についてあんまり語らないんですけど、よく聞かれるんですよ。プライベートとかで会うとまあ、こういう YouTube とかモデルとか女優とかやってるけど、それだけでもちろん食べていけるような有名人じゃないじゃないですか。だから普段何言ってんのとかってよく聞かれるんですけど、基本的にずっとそうですね、営業系の仕事とか、まあ、ほぼバイトとかっていう感じにはなっていくんですけど、やっぱシフトのね調節とかがやっぱりオーディションとか入ったら行かなきゃいけなかったので、しばらくはそういう感じで働いてて、あと昔半田市の地域活性化事業のためにカフェの店長をねさせていただいたりとか、何やったかな。まあいろいろ営業とかやってきたんですけれども、で営業力っていうのがねすごいためになってるっていう、まあ、話は今日いろいろ飛ぶと思います。営業力で身につけたこのトーク力っていうのが結構今この YouTube にも役に立ってるなっていうのを本当に実感していて、トーク力皆さんつけたいっていう人も多いと思うんですけど、何が大事かっていうと、こう得た知識を分かりやすく言うこと、いう力っていうのが結構大事だと思うんですよ。で私それはもう幸運にも営業、まあ、電話営業とかも結構やってたんですけど、営業するときにこう考えるんですよ。どういう風に言ったら伝わるだろうとか、で特に電話なんて電話越しの声なんて分かんないじゃないですか。で訪問とかでもそうですけれども、やっぱりその相手の感情を読み取ったりとか、それって女優と演技とも通じるところがあるし、でそれがあったからこそこういうふうに学んだことを皆さんにこう自分の言葉でシェアできるようになってるので、だから下手くそだ、トーク力ないや何言ってるか分かんなくなってきちゃった。まあね、そういうことがあって YouTube でこういうふうに動画発信させていただいて見て、まあ、ちょっとはね皆さんのなんだろうお時間を割いて見ていただけるような動画になってるのかなと思っております。まあ、中にはねやっぱり合わない人とかもいると思うし、なんか期待外れのことも多分いっぱいあげてると思うんですけども、まあ、そこは量産してカバーしていくので、で誰かの一人のためにこう作ってるとか誰かに言われてやってるわけじゃなくて、もう完璧にこれは初め元は趣味で始めたというのか、私のやりたいようなものを発信していくと思うので、たまにはちょっと全然英語と関係ないことも発信するんですけど、まあ、演技とかね、まあ、そもそもそちらですからね、本当はねオイランの動画映画あげたりとかそういうこともしていくとは思うんですけれども、よろしくお願いします。まあであとはですね、あとね何の話しようかな。あんま考えてなかったんだけどね。あ、そうそう、あとコメントとかで私そうだ普段の仕事の話してたのね。でまあそう営業系のやつをやってて、ただここ数年はですね自分で事業を始めまして、で今いろんな事業、なんだろうね、もう定義って何なんだろうって思うんだけど、肩書きとかってよくわかんないですけど自分でも、いろんな新しいビジネスを考えるのも好きなので、そういうこともさせていただいてるんですけれども、そうですね、まあ、失敗もちろんたくさんあるんですけど、リスクはそんなに、なんだろうな、初めの段階で大きなリスクを得ることっていうか小さく始める感じで、今の時代ってほぼノーリスク、ほぼですよ、ほぼノーリスクでいろんな事業を始めれるんですよ。でそこであこれだと思ったものがあったら、そこで大きくこうかけていけばいいかなっていうのがあるので、まあ、ちょくちょくいろんなことやってます自分でも。でただそのなんだろう、でその中の一つで、まあ、自分で個人的にねアウトプットの場を増やす意味でちょっと英語を教えたりとかもしてるんですけれども、で YouTube でチラッとねYouTube の、まあ、教え英語を私がこう教えるのを皆さんでなんか教えてほしかったら言ってくださいみたいな、 初級者と中級者にだったら教えれると思いますみたいなことを、初級者だけですね、初級者にだったら教えれると思いますということで言って、コメントもの中に教えてほしいですとか、あとファレタのお手紙で英語教えてほしいですっていう風にいただいたので、すごいそれ嬉しかったんですけれども、どうしようかなと思って、まあ、オンラインとかでそういうオンラインレッスンとかでやってもいいんですけど、でもせっかく YouTube って無料じゃないですか。で無料で見ていただいてるものから
お金を取るつもりはあんまりなくてですね、なんかよくあるじゃないですか、 YouTube 無料動画で見たと思ったら、こうなんか商品の、なんだろう、このセミナーに参加しましょうとか、なんかメルマガ登録に誘導されて、なんかそこからこう高い商材を売りつけられるとか、そういうのとか結構多いじゃないですか、 YouTube って。で、なんかなんだろうな、私的には別にそこじゃないし、 YouTube 使ってお金稼ぐっていうのを目標にはしてないんで、よく言う広告収入で YouTuber になるとかっていう人もいるけど、そういうのじゃなくて、あくまで私はその、なんだろう、YouTube スタジオで好きに撮影ができるようになりたいっていうのがあって始めたのがそもそもなので、まあ、5000人なり1万人なり、チャンネル登録者が増えた方が嬉しいんですね、どちらかというと YouTube でお金を稼ぐよりかは。なので、そこはちょっと葛藤がありまして、どうしようかなと思って、でもただその個人で、ただその一人一人に対して時間を避けることもあまりできないし、で、ちょっと今別のね、YouTube と別でオンラインの英会話授業についてちょっと新たなアイディアがありまして、多分それを来年ぐらいにちゃんと企画して授業にしていくと思うので、まあそちらで、そうですね、得るものがあれば、欲しい人はっていう感じがいいのかなと思います。ただ、YouTube の方でも、せっかく見ていただいている人も増えてきたし、コメントでそういうコメントもいただいたので、例えば、無料で、私が個人的にこう、オンラインでですよ、お話をして、英語を教えるとか、その人の英語の勉強法を一緒に考えるとか、そういうのだったらいいかなと思って、で、それを例えばですね、まあ、プレゼント企画でやろうかなとかっていうふうにも思ってるんですけれども、どうですかね。よく今ね、チャンネル登録者が2600くらいまで行きまして、ちょっと2000人記念プレゼントとかっていうのをやってなかったので、3000いったらやろうと思います。プレゼント企画。なんで、3000になるように皆さんも応援していただければと思います。そうですね。あと、クリスマスプレゼントも考えたんですけどね、まあ、まあなんかやるかもしれないですね。まあ、3000人だったらとりあえずやろうと思います。何か。そういうオンラインのね、何かとか。まあそこでそんなにお金取るつもりはないので。だから今ね、2631です。2631。あとね、400。400集まる。年内に3000いくといいな。てか5000目標なんだけどね、5000人集まれば割とこう YouTube でできる幅も若干今よりワンランク上に行けて、もっと楽になるので、撮影とかがね、5000人を目指してんだけど、今年中に5000は難しそうですね。でもね、結構今回1ヶ月で100人とか200人とか登録してくれる人が増えてくるようになったので、本当にね、感謝ですね。で、なるべくその、まあ、期待に応えれるようなものをアップしていきたいなとは思うんですけれども、本当に様々ですからね、チャンネル登録者の方。3000行きたいですね、もうちょっとでね。3000に行ったらなんかします、そういうレッスン個別のやつですね。やっぱこの、なんだろう、私もその勉強法とか発信してるけど、やっぱ一人一人によって違うと思うんですよ。なので、まあこう動画で上げる動画では、割と万人に共通するような悩みとか、あと私が実際にやってる方法とかをシェアしていけばいいかなと思うんですけど、まあ、もっとこう細かい個別の悩みとか、個別のその状況あると思うんですよ。例えば TOEIC の試験で何点取りたいけど今何点だけど、ここが苦手でとか、みんな一人それぞれなんですか、リスニングが苦手でとかリーディングが苦手でとか、でもどうやって勉強すればいいかわからないとかっていうのとかに対して、こう万人に共通する動画を上げることができないぐらい細かいこう悩みに対して何かできればいいかなと思ってます。だからチャンネル登録そのまま続けてていただければと思います。そうですね、抜けちゃうと減っちゃうしね、遠いんでね、できないんでね。そんな感じですかね。あとはね、最近ちょっと自分のその事業とか、まあ、仕事の方もね、いろいろ変化があって、まあ大変じゃないですけど、まあやっぱ変化は大事ですね。私できるだけの同じところに3年以上はいないようにしてて、バイトでも普通の仕事でも何でもね、学校とか、学校はしょうがないけど、皆さんちょっとそれ意識するといいと思います。成長していくので、絶対同じ場所にいたら生ぬるくなっちゃうし、こう慣れって本当に怖いんですよ。まあいい習慣だったらいいんですけど、
やっぱりこの井の中の蛙大海知らずじゃないですけど、そうならないために新しく得るものがなくなったら状況とか環境を変えてみるっていうのがすごく大事だと思います。そうですね。で、あとはまあ、いろいろ学ぶもの、給料だけじゃないですから、仕事はね、得るものを身につけて、で、何もなかったら自分で作り出すとかね、それぐらいの心意気でしてみればいいかなと思います。あ、ちょっとマスクしてるとね、呼吸が、息がこうしづらいんでね。で、あと、そうそう、外国人の視聴者の方が結構私のチャンネル見てもらってるということだったので、なんかそういう外国人の視聴者の人とオンラインでスカイプかなんかでちょっと話しながら、それを動画にアップするっていうのも面白くないですか？もうちょっと、結構日本語ペラペラの人も多いと思うんですよ。で、私日本語で基本動画発信してて、分かる人とかコメントくれる人も多かったので、なんかそういう人とちょっと日本語、なんだ、日本人が英語を勉強するのと外国人が日本語を勉強するのって、やっぱり第二言語として考えると、コツっていうのは多分同じような感じだと思うんですよ。言語は全く違うからあれなんですけど、その第二言語習得論とかっていう観点で見ると、何かあると思うんですよね。日本語の方がよっぽど難しいじゃないですか。漢字だったりとか、カタカナ、ひらがな、漢字といろいろあるし、それをうまく勉強されてる外国人の方も多いので、ちょっとなんかね、ビデオでいつか対談みたいな感じでしたいなと思うんですけど、もしそういうの OK の方いたらお願いします。コメントください。そうですね、まあそんな感じですかね。どんどんちょっとまだね、今のうちにというか、チャンネル登録者もまだね2600人、このうちに、少ないうちにですね、ちょっと皆さんともっとこう関わって交流できるだけして、そういうのを動画にしていくのも面白いかなと思ってます。ごめん、なんかマイク触っちゃった、したいかな。 どうですかね、恥ずかしいですか？ 結構一人でこうペラペラね、喋るっていうこともあんまないですもんね、普通ね。まあいいや、そんな感じですかね。ちょっとね、喉がね、本当痛くて、そうですね、最近本当に、あとこのキレートレモンとか、これ好きですごい飲んでるんですけど、ビタミン取ったりとか、カッコン糖、カッコン糖漢方取ったりとかして、ちょっともう浅いうちにね、治すようにはしてるんですけれども。で、あとこれお水にね、コアミネラルっていうね、あっちにあるよ、ケイ素を入れてちょっと飲んでみたりとかしてるので、よかったらケイ素の動画も撮ったので見てください。っていうふうに、ちょっと英語だけじゃない動画も結構最近上がってるんですけれども、その辺はなんだ、息抜きがてらね、見てもらえればなと思います。そんな感じですかね。まあ、最近寒くなってきたので、皆さんも体調は気をつけてください。はあ、ちょっと息切れしてきた。あとはですね、まあ YouTube のイベントとかも最近ちょくちょく参加させていただいて、いろんな YouTuber さんとお友達になれて、すごくそれも嬉しいですし、コラボもね、最近ちょっと滞ってるんですけど、やりたいなぁとは思ってます。そんな感じですかね。あと今日ね、ほら見て、ちょっと全然関係ないんだけど、見せびらかしたいものがあって、ネイルやってきて、ネイルやったんですけど、これなんかね、ミラーネイルっていうみたいで、可愛くないですか？なんかね、普通のこうシルバーとかじゃなくて、ちょっとこうメタリック系で、なんか普通のこの白とかの上に、実はこれ白なんですよ。この白、今ね、今これやっちゃったな。 今白のこの上に、そのメタリックのやつを塗るとこうシルバーっぽくなるんですね。うまく映んないな、キラキラなんですよ。で、ここちょっとシール貼ってみて、これ何て書いてあるか分かります？アメージングとラブリーって書いてあるんですけど、これも、紫っぽいやつの上にやると、こうちょっとメタリック系になって、すごい、すごい可愛くて、めっちゃ気に入りました。いいでしょ、これ。綺麗でしょ？クリスマスっぽいでしょ？ あとはね、何話そう。ダメです。喋り場、ネタ考えてちゃんとお話しないとダメですね。まあそんな感じで、あとこのフィットビット本当にね、よくて、睡眠トラッキングができるので、自分にとってベストな睡眠時間とか、平均の睡眠時間をこう出してくれるので、あ、私はこの何時間寝ればいいんだっていうのがわかるんですけど、私の場合大体7時間ぐらいでしたね。まあ7、8時間が平均って言われてまして、
ショートスリーパーとかちょっと憧れる人も多いと思うんですけれども、ショートスリーパーってほとんどいなくて、まあ、訓練次第になるそうなんですけれども、しっかりね、やっぱ寝ないと脳の働きが鈍って、確かお酒飲んでるのと同じような状況になっちゃうらしいんですよ。確かにすごい寝不足になった時ってもうコントロール効かなくなってるので、なんだろう、もうなんかぼーっとしちゃったりとか、多分前頭葉の働きとかが鈍るのかな、お酒飲んでるのと同じような感覚ぐらいまでこう落ちたりとかするらしいので、気をつけてくださいね、寝不足は。かといってまあ年末年始でお休みだからぐうたらぐうたらして寝ちゃうってのも良くないと思うので、であと、そうそう、大事なお知らせといいましては、しましては 最近ちょっと、そう、英会話教室にずっと行ってたんですけど、週5ぐらいで、ここ1年は続きましては、もう習慣化にしたからよかったですね。その習慣化にする方法とかもまた知りたければ、今度動画にしようと思ってるんですけれども、なんだ もうね、本当にね、週に5日間ぐらい行ってた、通ってたんですよ、英会話教室。楽しい、すごい楽しい。楽しいのが大事ですね。もう英語が好きだから英語に触れられるのがすごく楽しいんですけれども、皆さんももう言い聞かせとかでもいいから、自分は英語がすごい好きでしょうがないと思って、英語勉強して終わったら、楽しかったっていう風に感じで勉強すると、もう多分ね、プラシーボ効果じゃないですけど、どんどん好きになってくると思うので。好き好き言われてるとちょっと気になっちゃうみたいな感じあるじゃないですか。まあちょっとそれとは違うんですけど まあ英語をまず好きになることが大事だと思います、勉強する上で。で、そうですね、まあ1年間この行って続いて、まあ、確実に、まあ、下がってはないし上がってると思うんですけれども、ただちょっとそのやっぱりグループレッスンだったので、まあ、効率の良さとかを考えた時にですね、まあ、そろそろ1年やってあれだったんで、まあ、そろそろちょっと次のステージに、ステップに行かないとなと思って、ちょっとやり方を変えようと思って、今ちょっといろいろリサーチはしてるんですけど、まあ、独学はメインで今後もやっていこうかなと思うんですけど、ちょっとオンライン英会話とかも気になってまして、でそのオンライン英会話の様子とかをちょっと YouTube にももっと上げたいなと思って、昔以前とかじゃない 以前ですね、OK パンダ英会話っていうそのスマホでこう英会話ができるオンラインアプリの紹介をしたと思うので、まあ、よかったら見ていただければと思うんですが、まあ、そんな感じでいろんなオンライン英会話あるじゃないですか。それをちょっとこう英会話の人にちょっとコンタクトを取って YouTube にね、アップしたいなとかっていうふうに思ってるので、そうするとみんなもよりためになるじゃないですか。悩んでる人多いと思うので、そのどの英会話がいいのかなとか、オンラインがいいのかなとか。で、英会話スクールについて言っときますと、合わないがあると思うんですけど、で英会話スクール今のところに入る前にですね、結構いろんなところの体験授業とかにも行ったんですけど、結局ね、やっぱ自分自身ですね、英会話スクールにどれだけ行ったから話せるようになるとかっていうふうに期待しちゃったらダメです。もちろんそこから得るものは多いし、すごいいい場なんですよ、練習の場にはなるんですけど、結局新しく学んだことを自分で復習していかないといけないし、もしくは自分で復習したものをその英会話教室でアウトプットしないといけない、どっちかをしないと全く意味が、全くじゃないけど、あんまり伸びないなっていうのは思います。そうですね、これを1年前の自分に言っとけばよかったと思いました、私は。だから今私はあなたに言っときます。まあ、英会話教室に行くんだったら、オンライン英会話とかでもそうだと思うんですけど、どっちか決めた方がいいかもしれない。インプットかアウトプットか。で、もし、話す場をインプットにするのであれば、何かしら得るものをたくさん見つけるようにして、新しい単語とかでもいいんですね。ネタとかでもいいんですけど、YouTube の。で、まあ、それを得るものを用意して、で、それをちゃんと復習自分でして、得ないといけないんで、単語を覚えた、あ、よかった、今日の授業でこの単語を覚えた、でそこで終わってしまって、単語が忘れたら意味がないじゃないですか。だからもう覚えるようにする。そのためにはノートを一冊にまとめて普段から持ち歩くっていうのがいいんですね。すごいこれは私は役に立ってます。であと、アートプットの場にもしするのであれば、こういうふうに独学で 例えば勉強したことあるじゃないですか、単語とか。それをなるべく会話の中に入れてみる。ただ英会話で特にグループレッスンとかの場合で、先生とかもテキストとかがある場合っていうのは結構
難しかったりとかもするので、ちょっとできるかなって思ってるんですけど、まあ、ちょっとその辺を意識していかないとどうにもこうにもならないので、ちょっとその辺をより意識して来年はね、やっていきたいなと思っております。英会話についてはそんな感じですね。ちょっとまたそういう辺のコツとか何かね、またちゃんと形にしっかりなってきたら動画も作ろうと思ってますので、今日すいません、なんか喋り方下手くそだし、ちょっとすごい変な声になってる気がする。まあいっかじゃあそんな感じで30分ぐらい経ったので、ちょっと喋ればねこれぐらいにしておこうと思います。いやでも楽しい、 YouTube も楽しいし英語の勉強も楽しい。もう YouTube と英語の勉強、 YouTube の発信と英語の勉強だけして生きていきたい。なんて幸せなんだろうって感じですね。いやでもそうなるにはね、そうなれるかもしれないですね。皆さんのチャンネル登録者が増えればいつかそういう日が来るかもしれないです。そうですね、まあそれが理想ですけれども、まあいろいろなるべく動画も上げていこうと思ってますので、よろしくお願いします。で結構やっぱ前の動画とか生まれちゃってると思うので、漏れちゃってると思うので、再生リストとかにまとめてあるので、よかったら再生リストからこう見てもらって、例えばトイック系の動画見たいなっていう方であればそれを見ていただいたりとか、たまにやっぱりもうね動画数が結構上げまくってるから、コメントとかでこういう系の動画見たいですとかっていう風にいただくときに、過去に上げた動画とかもあるので、そういう場合は過去のその動画のリンク貼ってお返ししますので、リクエストはどんどんください。例えば新規でこう見ていただいた方でも、過去にもしかしたらこいつまあ上げてるかもしれないなとかって思うかもしれないんですけど、上げてるかもしれないですよ実際に。でもリクエストがあればどんどんコメントしてくれれば、こっちも参考にしますし、過去に上げたものでもやっぱ考え方とか、私もこう成長してる勢いが結構あるので、勢いあるなって自分で言ったらあれですけど、成長してますので、確実に昔の考え方と違うところもあるんですよやっぱり。で改めて分かったこととかを再度こう動画にしてアップしたりとかもできるので、動画でこういうのが知りたいとかだったらどんどん言っていただければ、ちょっと1ヶ月とかかかっちゃう時もあるんですけれどもね、編集したりとかちょっとドタバタしてるとね、上げていくのリクエストはどんどんお待ちしております。で例えば単語の覚え方について、なんだったっけな今ね自分の動画で、ね、忘れてた、すごいすごい美しい動画を見つけまして前ちょっと待ってよ、チャンネル表示、このさ、なんだっけ、ちょっと今パソコンがここにあるんだけど、英語の独学勉強法ね。もう喋り方とかキモいよね、ごめん、やばこれ、あれ見えない、このね、ちょっと気持ち悪いですね全然違うですよこの慣れきった感じと、どうも、ナナサリサです、いつも動画を見ていただいてありがとうございますだけ、もうね、全然違うね、ちょっとよそ行きな感じですよね、気持ち悪いっていう、これがね、なんと恥ずかしながらですね10万回再生してるんですよちょっと本当に非常に恥ずかしい動画で、クオリティが低くて申し訳ないんですけれども、喋りた方もそうですし、あと内容もね、若干当時は結構ノートにこう書くまとめのやり方について紹介してたんですけど、で実際当時私もこうノートにこうトイックの単語とかも書いて書くことで覚えてたんですけど、最近はもうどちらかというとこう繰り返すことが大事だなと思って、もう直接これに書き込みするようになったりとか、いろいろその変化があるので、もしそのベストの状態をこの当時の私が知ってたらですね、もっと楽に覚えれたかもしれないです、効率的に。だから私は今こういう、それをこの無駄を省くためにこの YouTube で発信してるので、皆さんはよりいい方法でやるようにしていってもらえればと思うんですけれども、でまあこういう方法が合う人もいると思いますし、人それぞれなんですよね。ちょっとこの初めの方の動画はちょっと気持ち悪いですね、自分で言うのもあれなんですけれどもでもこれ結構ねすごい10万回いってるので、高評価212件もいただいてね、不思議ですね本当、何がいいんだろう、
って感じなんですけど、まあちょっとでも皆さんに役に立つようなことがあればね、本当に私もそれが嬉しいので、またアップしていこうと思います。え、長くなっちゃった。ではそんな感じでいろいろ動画見てください。 See you!